かわされちゃうんですよね。うまくスルッといかれちゃうんで、ピッチャーとしてモノマネしたのはやっぱり江川さんなんで、これはもう絶対聞かないといけないなって。初めて買った帽子はやっぱ巨人の帽子ですし、江川卓の高され、今日のお客様でございます。なんと海外から初めてかもしれませんね。高橋久典さんです。はい、よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。わざわざこの収録のためにロサンゼルスから来ていただいたんです。そうです、江川さんのためにもうわはるばる江川さんの嫌いな飛行機に乗ってですね。あ、そこね、嫌いじゃないです、苦手です。苦手ですね。来させていただきました。ありがとうございます。そんなにね、なかなかうちはなんかそんな来ていただく費用も出せなかったので、いや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 、もう来ていただく、ね、もういつかいただけるもんだと思ってですね。そうですか、大先輩なんで。じゃあこちらがこちらの会社が成功したら多分、そうですか、行くと思います。本ですか。じゃあそれを期待しながら、じゃあ、はい、そうそうそう、はい、そうそう、江川さんから来ないんですね。僕は関係ないので。そうなんですか。ただこれちゃんとやれって言われてるだけなんです。そうなんです、はい、じゃあもう座って喋ってるだけっていうことですね。そうそうそう、あ、そういうことですね。お互いにそういうことなんですね。そうなんですね。そうですね、はい、それで今日はいろいろ多分こちらから聞くので、はい、そういう2人で答えていくんですけど、はい、すごく関係はありますね。そうですね、駒沢ですから、はい、僕学生野球で練習っていうか全日本練習に行かせていただいたのは駒沢だったので、はいはいはい、その後東芝に行かれて、そうです、東芝に話出るかもしれませんけど、はい、先に前ちょっと僕のとこだけ言っとかないと、はい、その後は喋りませんから。東芝に僕ドラフトでいろいろあった時に、はい、社会人は東芝さんにお世話になることに決まってまして。あ、そうなんですか。それがちょっといろんな問題がありまして。あ、そう、僕もちょっと詳しくは分からないんですけど、それでちょうどアメリカに行くことになっちゃいました。あ、だからロサンゼルスから来ていただいたので僕もロスに行くことになっちゃった。あ、そうなんですね。だから分かる、なんとなく分かりました、ね、はいはい、分かりました。ロスに行ったかは、はいはい、そういう中、はい、今日はそうなんですか。どうしようっていう、じゃあもしかしたら僕の大先輩でもにも東芝の先輩にもなってたかもしれないってことですね。知れないし、はい、メジャーに僕が先行ってたかもしれないし。あ、そうですね、はい、先にロスに住んでた、そういうことですね。はい、じゃあもう、まあ、名前は言いませんけど、アナハイムって、昔、今はアナハイムっていうことか分からない、エンジェルスのそばにいます、はいはいはい、僕はどっちかっていうと、なんてローズボールやってる場所知ってます？ローズボール、はい、あの辺にいたんです。パサデナとかあの辺ですね。ハンチントンとか、ね、はいはい、あの辺でした、はいはい、あの辺にいまして。あ、そうなんですか。なんか話が合うなって。いや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 、本当ですね。アメリカ育ちだから。育ちではないんですけど、はい、今現住んでるだけ。ああ、そうですね。なんかちょっとアメリカの匂いが今日する書いてない。そうですか。いや、もうバーッと岩さん入ってきた時、なんかやっぱりアメリカ州がするなって思いました。そうでしょ。そうなんですよ。その感じで。お送りしたいです。そうですか、ね。なんかハンバーガー勝手に食うんじゃないかなって。いや、そうなんですよ。勝手に食べてきちゃった。そうなんですか。すいません。あ、どうぞ。はい。すいません。なんか、はい、そしたら、初めに、まあ、お二人の関係といいますか、まあ、はい、会うのがいつぶりとか、うん、その辺はどうでしょう。私が知ったのは、社会人野球、駒沢の時はね、拝見してないんですね。うん、で、社会人野球の時に、都市対抗かなんかで見させていただいたことがあります。で、まあ、東芝、さっき言った東芝で投げられた時に、で、いい左ピッチャーでコントロールが良くて、まあ、スクリューボールというのか、シンカーと呼んでらっしゃるのか本人に聞かないと分かりませんが、そのボールが非常に良くて、コントロールいいピッチャーだなと思ったら、ジャイアンツに入られて、で、まあ、後々こう時間が経って、OB 会っていうのがあるんですよね。その OB 会の幹事に入っていただいて、今、一緒に幹事会っていうのがあるんですけど、はい、まあ、感じが非常にいい人が入ってる。これつまない入れとかないといけないコーナーなので、そういう会がありまして、入っていただいて、はい、アメリカからしょっちゅう来ていただいて。でも結構顔を合わせたりすることはあるっていう。でも喋ってた時は、今日が初めてで、ご挨拶だけです、大体。うん、あ、こんにちはっつって、はい、もう、よく来てくれたねって言って終わり、いつも終わりですね。うん、そうですね。それ以上はないですね。はい、要するになんでこう、もっと下の人とこう、話を、僕なんかは、やっぱり江川さんとか話したいんですよ、実は。まあ、だけど、こう挨拶しても、あ、どうも、みたいな、そんで終わっちゃうんですね。だから、江川さんと話したいんだけどな、どういう切り込みでいけばいいのかわからないんで、このずっとこのテンションなんで、この感じでずっとこう、お話しされてるんで、はい、なんかこう、入り込める隙がないかなと思っても、パッとかわされちゃうんですよね。うまくスルッといかれちゃうんで。それは私の過去に遡るとですね、先輩からいろんなことを言われた過去が、はい。あるので、先輩に言われたらいろいろ答えなきゃいけないとかやんなきゃいけないとかっていうことがあったので、自分がそういうことはやめようと思ったんですね。なるほど。だから後輩の方に気を使わせたりとか、あんまり喋っちゃうと重圧になると思ったので、もう学生の時からですね。あ、
学生の時からもそうしてまして、学生の時いろいろきつかったじゃないですか、うん、それをだから4年生の時はキャプテンやってないんですね、はい、副キャプテンなんですね、これの場合キャプテンは金光っていう、うん、偉い立派な方がいらっしゃって、はい、僕らも副キャプテンでそういうことを改革をしまして、はい、下級生に対してそういう厳しいことは一切廃止をしたんですよ。でプロ巨人入っても一度桑田君とか斎、はいはい、藤君とか、はい、牧原とか水野とか、うん、まあ後輩の場合は呼び捨てしてるんで、はい放送の時は選手とかさんつけますけど、はいはい一応そういうことで、気を使わせないようにできるだけしてったつもりでいるんですね。まあ、じゃあ僕らに気を使って喋らないようにしてるってことですね。そうですね。家で話さないんじゃないですか。そうですね。でも僕らはやっぱり江川さん嫌なのかな、後輩からこうなんか言われるの嫌なのかななんていうふうにずっと勝手に思ってたので、僕がですよ、僕がですよ、はい、だからあんまりこう話しちゃいけないのかななんてずっと思ってて、でもこうやってこういう機会で、はいはい、まあ前回岡崎さんとかもコラボさせてもらったんですけど、こうやってやっぱり先輩の方とかジェンツの喋りたかったなってい う, こう深入りしたかったなっていう人とこうやって話せるのはすごく僕は嬉しいです。岡崎さんのは喋らないで岡崎さんの話作った部分がいっぱいあったびっくりしましたけど、はい、そうなんですね、あなるほど、驚きましたけど、わかりました。だからそんな感じです、はい、そんな感じです。だから慣れてるのが、一番慣れてるのは水野とか牧原が、うん、ピッチャーだって同じ部屋だったので、はいはいはい、性格よく知ってるんで、その当時の話を槙原さんとか水野さんから、はい、聞かすんですね。槙原と水野の上ですか？そうです、もう全然槙原さんはもう12個上ですから。あ、そんなに違います。で水野さんが10ですかね。そんなに違うんですね、はい、そうです。桑田さんも上ですね。桑田さんも全然8です。あららら、はい、そんなんで。ということは私が相当年を取ったってことですね。そうですね。そうです。はい。そうです。自分の見た目で判断して。僕はなんかイメージ自分は38から言ってないんです。そうなんですか。じゃあ僕と一緒だ。僕も28から全然進んだんじゃないですか。はい。同じ感覚だ。いや、だからそういう感じがしましたね。アメリカの感じとそういう感じがしました。大丈夫ですよ。いや、本当に。こんな感じなんですよ、普段は。そうなんですね。ただ、余計なことを言っちゃいけないっていうことで、口数少ない。少ないですよね。そうです。普段はね、はい、収録前はほとんど喋らないですよね。そうなんですか、余計なこと言っちゃいけないとか、でも、テレビの場合はスタジオに必ず僕は30分前に入って、うんうん、音声さんとかカメラさんとずっといつも話をするんですよ。向こうは嫌がってたと思うんですよそんなことないです。だけどもその話をすることによってこうスタジオの温度が上がるじゃないですか。あ、なるほど。それが好きなんですよ。だから用意どんで始めるの好きじゃなかった。あ、そうなんですね。さっきずっと喋ってたでしょ。はいはい。ああいう感じです。なるほど。場がこうなんか暖かくなりますよね。そうでしょう。はい、あ、まあこんな暑い時に気温が上がるの良くないんですけど。いや、温めてくれるからやっぱりさすが雰囲気作りは。でもその方が感じが分かるじゃん。はい。こんな感じで来られるんだなっていうね。なんとなく。後輩だから来るんだな、来られるんだなと思ったでしょ。そうですね。これ生かしていただければいいのかなっていう。そうでしょ。はい。まあそう思って。はい。あ、すみません、話が長くなってます。全然大丈夫です。前半頑張ろうと思って、はい、後半も多分あるから、後半はもうほとんど省エネで。なるほど。江川さん、なんかやっぱスタッフの方にもこう顔色を伺いながら話してますね。そうです、そうです。やっぱさすがですね。雰囲気を見て。そういうことですね。まあ、昔からバッター見る癖ついてるから。そういうことか。俺、全然見えてないな、じゃあ。また自分中心になるじゃん。はい、はい。そうです。高橋さんが現役中の時に、はい、キャンプとかの絡みとかもないですか？キャンプだって江川さん来られなかったですからね。飛行機が嫌いだって言って。苦手なんですよ。本当来たのね、僕多分ジャイアンツに10年間いて、1回ぐらいですかね、キャンプ中に、あ、江川さんだっていうのを、うん、で、僕はやっぱテレビでずっと見てたし、もう現役の時から、うん、こうやって解説者になられた時もずっとテレビで見てたんですけど、なかなか現場に江川さんが来ないので、で、解説とかで来られた時も東京ドームとかでもやっぱ下に降りてこないんですよ。多分気に使われてるのかそれとも嫌なのか何なのかちょっとその辺は僕分からないんですけど、だからその辺が、まあ、ほぼ現役時代も合わなかったです、うん、たまにこうウルフスとかああいうのにポッと呼ばれた時に江川さんとまあなぜかこう仕事の話をするぐらいはあったかもしれないですけど、それぐらいですかね、うん、はい。だから僕はやっぱり江川さんの、僕はだって一番初めに左ピッチャーですけど、一番初めにピッチャーとしてモノマネしたのはやっぱり江川さんなんで、江川さんの内方なんで、だからまあそういうので僕はやっぱり江川さんのことを認識してましたし、ずっとこういうふうに見てましたね、はい。48歳で
僕も辞めて何になるから、こう小学生の時見てたんですね。そうです、小学生。小学生ね、そうですね。低学年ぐらいの時にかな、4年生とかぐらいですかね、の時に。前線の時ですね。はい、江川さんが投げられて、で、最後中国張りで辞めていったっていう江川だっていうのは認識しましたよ。はい。なんでそこまで知ってる本当に中国張りだったのか、ただの、あの針だったのかっていう。なるほど、ね。これも絶対聞かないといけないなと思う。ああ、それじゃあ、それは自分の回に。はい、はい、聞きますね。その時の、江川さんってどういう風に見てたんですか？いや、もう、それこそね、ジャイアンツのエースで、バリバリで、で、もう30番、なんで30番なのかな。30番っていうイメージ、僕ら監督なんで、うん、監督ってね、プロ。大学の監督とか、社会人の監督30番でしたっけ？いや、その当時、子供の少年野球の時は30番が監督だったんですよ。はい。で、まあ、後にやっぱり、学生になると50番台だったりってなんですけど、はい。30番って監督じゃんっていうのは一番初めなんですね。はい。だから、そんな感じですね。まずその説明いります？最初に。いりませんね。いらないですか？はい。もう分かっちゃったんですか？何ですか？30番だったら分かんなかったです。はい、聞かなくてもいいんですね。それは自分のチャンネルの時に。そうです、ね。あ、そうかそうか。撮ってくれるから。いいですか？あ、もちろん。はい昔は篠塚さんに憧れてたて。そうです。はい。はい。まあ、篠塚、僕はやっぱり左で、左投げ、左打ちだったんで、で、どうしてもやっぱり内野を守りたかったんですよね。ショートかセカンドを守りたくて、で、背番号6番だったじゃないですか。で、僕6っていう字がなんか、すごく好きだったんですね、その当時から。で、まあ、表目は、大人になってからは、長谷さん後輩なんで、直属後輩なんで、駒大の。長畑さんだったって、ファンは長畑さんだったって言うとは言ってたんですけど、実はでも篠塚さんが好き、うん、それはだから長畑さんに気遣って言ってたんですね。そうですね、はい、一応それ大先輩です。そうですね、はい。で、やっぱりバッティングのスタイルとか、なかなかこうホームランをボーンと打ってわーってやる人は結構やっぱり当時ジャイアンツにも多かったので、あんまりこうそういうことじゃなくて、篠塚さんってなんかこうそんな狭い三遊間を抜いていくのかっていうぐらい綺麗な、こうなんか技術的な、なんかこう B 的な感じでね、シュッとしてるし、顔もイケてたんで、だから、はい、それで篠塚さんが好きでしたね。はい、まあいいセンスしてますよね、その選ぶセンスもね。そうですね。まあ、だって篠塚さんとは銚子商業だったんですけど、はいはい、僕一緒にやりまして、うん、1年生の時僕3年生なんですよ。2つ違うんですよ、はい、下篠塚の下なんですけど、はい、3年生の時に真剣に投げたボールをマシンで打ったんですから。本当ですか？マシンで打ったんですから、ほとんどの方いらっしゃらなかったので、はい、そういうことですね。篠塚さんはマシンで打った、はい、1年生で、それぐらいじゃ一人だけですよ。あ、本当ですか、はい、技術はやっぱりその当時から高かったと。びっくりしましたね、この子はすごいなるなと思ってましたけど。岩さんのじゃあとんでもない速いストレート系を打ったってことですか？マシン、センターしましたよ。すごかったですよ。それ選ぶなんてすごいですね。いやいや、まあ、その次中川さん選んでるから、ね、いやいやいやそれもちゃんとしてるやっぱ OB 界に入るから、そっちがない。いやいやいや、まあまあまあ、いろいろこうトークでは言ってます。ちょっと高橋さんの巨人に入るところまで、はい、で、修徳から駒澤で、駒澤から東芝、はい、巨人入られたと思ったんですけども、高校大学時代にはプロ入りの話っていうのはなかった？引退して後々に駒澤大学の監督に聞いたのは、大学からあったのは近鉄だと、近鉄1位が実はあったんだっていう。太田さんですか？はい、太田さん。はい、太田さん。はい。で、まあ、まあ、まだお前は行くの早いっていうことを言われて、で、じゃあ分かりましたって言って、社会人に行きなさいって言われたんで、その時に、社会人を、こう、東芝を選んで、プロに、ごめんなさい、高校を卒業する時も、なんか何球団か来てるよっていう話は聞いたことあるんですけど、でもそこはどこが来てたのかっていうのは具体的には分からなかったです。で、社会人行って、社会人で、東芝の時に、もうピンポイントで来られたんで、で、僕らの時ちょうど逆指名だったので、だから江川さんたちのことは、あんなことは起きないことだった。東芝の時から球団逆指名？逆指名さ。いいですね。はい、大学、社会人は逆指名できるっていうところだったんで。逆指名がどうして始まったか知ってますか？江川さんの一件が絡んでるんですか、あれは？そうそうそう。あ、そうなんですか、やっぱり。そう、知らないんですよね。知らないですね。それはあなたの会員の時。はい。いろいろ聞くことがあるんで。そうなんですね。ああ僕もご説明したんで、はい、そちらのチャンネルもいい。そういうもんぜひ。そう、だから、その逆指名で、
ジャイアンツが1位でっていうところだったんで、まあ、僕も下町ずっと出身で、親も巨人ファンで、それこそ、ね、長嶋さんの親父なんか長嶋さんのファンで、でおふくろなんかは原さんが好きでとか、そんななんで、はい、そこに入ってって感じですかね、ジャイアンツには。そんな人生いいですね。まあ、何の悩みもなかったんですね。まあまあ、ないそうですね。下町ってどこなんですか。墨田区です。墨田区、はい、向島の隣町なんですけど。あ、はい、いいとこですね、はい、静かで。もう墨田川が流れてるところ、はい、それでジャイアンツ思ったらジャイアンツ入れるんだもんね。いや、思っては、まあそうですね、たまたま。羨ましいですね。江川さんはそんなことなかったんですか。いや、いろいろありました。そうなんですね。そうなんですね。そうなんですね。高橋さん自身も元々巨人ファン。もう僕も、はい、もうやっぱテレビね、つけたら、まあつけたらというか、まあ帰ったらやっぱり親父なんかがジャイアンツの試合を見てて、でもう自然とジャイアンツを見てましたね。はい。でもやっぱりね、学校行くても、やっぱジャイアンツの話題が多いんですよ。あの当時やっぱりジャイアンツも強かったですし。そうですね。はい。で、テレビがジャイアンツしかやってなかったんですね。そうですね。はい。だから、うん、まあ、今みたいにね、こんなにこう情報もなかったんで、やっぱりもう巨人しかなかったんで、やっぱ初めて買った帽子はやっぱ巨人の帽子ですし、はい。っていう感じですかね。はい。こんなって、何回り違うか分かりません。話するようになるんですから、不思議ですね、本当に。嬉しいです、僕は。はい、人徳いただきました、じゃあ、常にやっぱり4番でセンターに守ってくれてたので、僕らはやっぱり安心しますよね。彼ら2人がいなかったら多分僕こんな風になってなかったかもしれないよっていうぐらい特別な存在だったかもしれないですね。